んにちは、こんばんは、ミルバケスでございます。というわけで今回はこちら、今回はズートピア、このね、チョコエッグの開封をしていきたいと思います。これはちなみに、プラザで手に入れてきました。サンアウトオフ3 なんで3だけ日本語で言った。3つね入ってるのを 2箱買ってきたので合計6個ですね。こちらを開封していきたいと思います。ではまず箱から出していきましょう。6つ出してきました。パッケージはこんな感じ。これジョディと、これニックですね。どうやら、包み紙は2種類ある感じですね。では1個目いきます。海外のチョコエッグってホワイトチョコないんだね。全部ミルクチョコだ。では開けましょう。オープン。お、お、いいじゃん。ちゃんと人形出たわ。ニック。一つ目はニックが出ました。2つ目いきます。2つ目、オープン。よいしょ。ん、なんだこれ。消しゴムかな。2つ目はこれジョディの消しゴムっぽいね。なんか素材は消しゴムっぽい、消しゴムっぽいものが出ました。では3つ目いきましょう。では3つ目オープン。お？これは1個目のやつと同じニックですね。では4つ目いきます。4つ目オープン。また消しゴムか。これは？あ、でも、あ、今度は2人が映ってるだね。映ってるだねって。どこの方言だよ。今度は2人が映ってる。ニックとジュディが映ってる。あ、落としちゃった。ニックとジュディが映ってる消しゴムですね。では5つ目いきます。5つ目オープン。お、これは羊のなんだっけ、副市長だったやつだったやつって言っちゃったよ。だったやつって言っちゃダメじゃね。だったやつって言っちゃネタバレだよね。羊です。名前が分かんない。書いてあるかな。でも英語だから分かんないな。これ名前とか書いてないよね。そうだよね、海外のってそうだよね。名前書いてないけど羊です。では最後6つ目いきます。硬い。6つ目硬い。よし。では最後6つ目オープン。あれ。またかよ。またあれですね、羊です。はい、というわけでね、今回はこの6つが当たったわけですけれども、なんとね、かぶれが2種類出ちゃいましたね。まあニックはいいんですけど、羊お前。ね、どうせだったら主人公のねジュディさん欲しかったんだけど、最初に名前間違えたから出てきてくんなかったのかな。はい、というわけでここまで見てくださってありがとうございました。ミルバゲッサでした。ではまた次回。アディュー。